おはようございます。たかしです。本日は9月3日金曜日、ただいま7時29分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日結果的にはですが、大きな陽線で引けております。そしてこの GMMA に深く食い込んだあたりで最終引けております。本日がもう一本陽線が出てくるようですと、ここダブルボトム完成からの上昇となっていくのかなという感じですね。ただストキャスティックスは高値圏にありますので、本日が陰線になればここからの下落というところなので、本日のローソク足が陽線になるのか陰線になるのかっていうところが大きな分かれ道かなというふうに思ってます。現在はここに三尊を描いて下落中と考えておりましたが、今はここにダブルボトムを描いて上昇するのかという2つの選択かなというふうに見ておりまして、今ここの安値を切り上げてるんですね。ですのでダブルボトムとなった場合、今日のローソク足が陽線で終わった場合は、ここダブルボトムから一旦153円付近を目指してくると思ってますが、安値を切り上げておりますので、おそらくここもう少し上げてくるんじゃないかと、つまり最終的には156円付近を目指して上昇してくるんじゃないかなというふうに考えてます。では4時間足です。現在はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% というところを、昨日を超えるかどうかっていうところだったんですが、結果的には超えてきておりますので、おそらく、本日ですね、ここの 152.431 という 78.6%、 このグレーのラインなんですが、この辺付近まで上げてくると考えております。そしてここからどうなるかというのが今日のポイントかなと考えておりまして、今この薄い赤のラインですね、ここのラインを超えてくる、明確に超えてくると次のラインまで行きますよって話をしました。そして今1時間足でここにエリオット波動 1,2,3,4,5 とイメージしておりまして、そのターゲット、一旦のターゲットがここ 151.9 付近、そして次のターゲットが 152.3 か4付近という話もしてましたが、一旦ここ一つ目のターゲットを上抜けしてきましたので、次は二つ目のターゲットに目指して上昇中と考えております。なので 152.3 か4付近っていうのがここ、このグレーのラインですので、この辺付近まで上がったところ、そしてここというのはこの薄い赤のラインとも一致する場所ですので、この重なったところでどうなるかっていうところが今日のポイントです。ここを上抜けしてくるようですと、次この赤のラインぐらいまで上げてくると考えてますので、そうしますと154円付近まで上げてくるのかなと。そう考えますと、ここダブルボトムが完成することになりますので、さらに上を目指して上がっていくと考えられます。なので今日のここですね、この薄い赤のラインを4時間足単位で明確に上抜けしてくるかどうかっていうところが今後を大きく左右してくるんじゃないのかなと、日足の時にお話ししたのがそれが根拠です。ただ日足のストキャスティクスも高値圏、今4時間足のストキャスティクスも高値圏にありますので、ここから下落してもおかしくない状態ではありますが、今夜は雇用統計ですので、そこでどうなるかっていうところですね。だからそこまではほぼ動かないのかなという感じもします。昨日も昼間全然動きませんでしたので、今日も一旦はここ 152.4 付近、つまり今からですとあと40ピップスぐらいは上げてくる可能性はありますが、この辺付近で動かずに今夜を迎えることになるんじゃないかなというふうに思ってます。では1時間足です。エリオット波動5波 1,2,3,4,5、 昨日はここで終えてたんですが、それが今一旦上抜けしてきてましたので、最終ここですね、 152.4 付近のところに5波の最終イメージを持ってきております。この辺付近まで上昇してくるんじゃないかというふうに考えてます。現在はストキャスティックス、マックディともにデッドクロスして下落しそうな雰囲気にはなっておりますけれども、基本的には1時間足は押し目買い、日足も押し目買いというところですので、やはり上の上昇圧力が強いなとは思っております。ただ4時間足は未だ下目線ですので、先ほどのダブルボトムが完成してしまうと4時間足も上目線になりますので、そうすると1時間4時間冷やしと上目線でさらに上を目指してくるのかなと思いますが、現時点では4時間足は下目線ですので、その辺で方向感が出にくい、そのような状態になっております。
今一時監視を見てて分かることは、この GMMA 青い帯に何度もぶつかってますが、ぶつかるたびに反発してきているっていうのが分かりますね。ですのでこの今じり上げ状態っていうのがやはり強いなっていうのが分かりますね。なので次また GMMA にぶつかってきたところでは、上昇していくと考えられます。そしてこの白の切り上げラインですね、昨日ここを下抜けてくると15分足単位で目線が切り替わるかもという話をしてましたが、本日も今ですと1時間足単位で目線が切り替わるのはやはりここのポイントを抜けてこないと下目線に変わらないのかなと思っておりますので、この辺を超えてくると15分足単位で目線が切り替わるかなと思ってます。今はこの白の切り上げラインに沿って上昇しておりますので、今ストキャスティックスがデッドクロスして下げてきておりますので、もしこの辺ぐらいまで下がってきたところではロングで、この高値 152.4 ぐらいを目指してエントリーしていくっていうのもありですが、本日はあまり動かない可能性がありますので無理なトレードはしなくていいとは思います。まだ雇用統計が終えてその後の方向性を見てからのトレードでいいかなと思ってますが、まあ、金曜日ですのでどちらにしても無理なトレードはしない方がいいですね。では本日はこのラインを日足単位で抜いてくるかどうかっていうところがポイントと思っておりますので、そこを踏まえてまだ来週に向けてやっていければいいかなと思ってます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。